うしお TV。 今日さ、ノーパンなんだよ。え、なんですか。いや、俺夜寝るときいつもノーパンなの。で、昨日っていうか、ほら飲みに行くじゃない、はい、で、俺も決めたんだけど、あるときを境に飲みに行くときはもう先に風呂に入る、はいはい、で、もう帰ってきて寝るだけ。これもう一番間違いないの。で、昨日も案の定だった。で、まあ、朝起きて、歯磨いて、パンツ履いて出てくるんだけど、時間ギリギリだったの。パンツ履いて暇なくて。で、履いてくる暇がなかっただけだったらまだいいんだけど、はい、パンツ自体を持ってこなかったの。福岡までノーパンじゃないですか。そうなんだよね。でほら、福山雅治大先生は、はい、ライブの時はノーパンだった。勝負の時はノーパンだった、はい、ちょっと意味わかんないですけど、だからノーパン大作戦が果たして一緒でんのか京都でんのか。ノーパンで勝てるんだったらそんな簡単なことねえじゃん。まあ、もう絶対ノーパンになります、ね、絶対ノーパンだでしょ。結構増えたね。増えましたね。なんだかんだでもやっぱり50ぐらい、50ぐらい、50ぐらいいるよね。今日先頭の方は多分バジとか行く人もいるんで。らしいよね。なんかしれっと絆に録入ったりするらしいよね。まあまあそこは若い人たち任せて、はい、我々はもうブレないように。お、ちらと見たら空いてるじゃない。俺前これで負けたんだよね。これで負けたよね。よし、おはようございます。オレンジ越谷底辺です。今日が4月の8日、ちょうど新年度ですよ。昨日、おとついかな、うちの一番下のチームも入園式と、真ん中が年長になり、一番上が4年生になりという入学式シーズンなんですけども、まあ個人的にもですね、3月が決算で、4月は新年度のスタートですんで、ある意味だからもう1月みたいなもんですよ。で、大事にしたいという時期なんですけども、まあ、前回前々回ですね、1台で完結しなかったですけど、リカバリーの AE なりでなかなかいい感じの勝負ができてるという流れを受けて、今日ね、朝比較的に並びがぬるかったんですよ。60人弱ぐらいなんで、選べましたっていうか、うん、ミラクル取れましたんで、ちょっと初期の頃にまあまあ大きめに負けた経緯もありますんで、ちょっとその仕返ししてやるんじゃないかという感じでございます。割とね、今日前の方並んでる人がやっぱ AT、RT 方面行く人多いんですよね、やっぱオレンジ越谷店なんで、まあ早い段階だったら何台かまあ打てるかなっていう雰囲気でもあるんで、で最近っていうか、もうミラクルできっちり出したなんてもう何ヶ月も前の話でしょ。なんで、まあ、できればそこで頑張りたいですけど、まあ、ダメならダメで稼働パンパンっていう状況じゃないんで、まあ、とりあえずじゅんぐりやりながら、このいい流れ来てますんで、しかも新年度ございますんで、きっちり勝ってですね、また次につなげていきたいという感じでございます。次戦の方行ってまいります。今ちょっとお茶会に行ってですね、持ってきたら左こういうことされるともうすごい迷っちゃうよね。いや、おはようバケミラクル結構いいぞ本当は。まあいいか、とりあえずやろうね。ミラクルの場合
化けが跳ねれば、まあ、下2つはないみたいな。で、1、2をね、粘らされるケースがまあ基本的に少ない台なんで、っていう意味ではまあやりやすいんだけど。あー、やっぱ取っとけよかったくせえな。速攻バギーでこれで70ゲームでバゲ2回。そっちだったか。いや、いいんじゃない。3,096。よい。ちょっとミラクル打つの久しぶりでね。いい時ってどんな感じだっけな。思い返してみるとね、あれリアンか、リアンでそこそこ勝ったのが、でもあれ、まあでももう結構経つんだよな。以来まあちゃんと出してないんで、ちょっといい時の感じのね、忘れかけてんだけどね。下2つ設定1、2を回避するのは割と簡単だけど、ね、こう設定4なのか5なのか6なのかとかを判断するのがね、すごい難しいんだよね。よし、34。よいしょ、 OK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 。まあ下の本当1とか2とかのレギュラーの確率相当低いからね、また早い段階で一発でも出てきてくれると粘る理由としてはだいぶ強い。現状ね、お茶会行って戻ってきて左の台空いてて0の1でおはようバケ一発放置状態。あ、隣行っときゃよかったなと。まあ1万円までやるか。あと3,400ゲーム超えちゃいました。ちなみに電車とまあ同じぐらい使うのが我々農村だからビジネスホテルだよね。でもまあ大体月にせいぜい10日ぐらいしか帰んないんで、それ以外はもうビジネスホテルに泊まるわけですよ。交通機関に比べると、まあ、どのホテルもそうだけど、もう基本なんだろうな、こういうなんかサービス的なところっていうか対応的なところでなんか思うことってないんだけど、ただね、俺一点だけ、これ断じて潔癖症とかではないんですけど、ビジネスホテル あのテレビのリモコン、俺ねあれだけはね触れないんだよね。いや、なんでって、お、当たった、8000円だから追加5000円だね。いや、なんでかって、ビジネスホテルって VOD とかさ、まあ、ホテルによってはそのアダルトチャンネルとかがもう無料で見れたりとかするんですよ。この自分の何がしとテレビのリモコンを多分何往復もしてるんですよね。お前テレビのリモコン触れる？ホテルの触らない？ああ、正しいよ。そう、そのっていうね、一人その G 行為にふける方も少なくないと思われる中で、つどつどあのリモコンをじゃあ殺菌消毒これしてるわけないと思ってるから。で、よく見ると、よく見るとっていうか、たまにこうすごいね、隙間にこうホコリとかがいっぱい詰まってたりとか
だからもう一生放置みたいなところもまあ実際あると思うんだよね。とさ、さすがに触れないじゃないですか。だからどうしてかっていうとこうティッシュでこうくるんでね、恐る恐るテレビつけるんだけど、だから毎回そのサランラップ巻いといてくれると助かるんだよね。サランラップを巻いていてくれて、でサランラップを取っ替えてくれてれば、でその説明をちゃんとこうどっかにしといてもらえたら安心じゃないですか。ましてやそういう例えば、まあ、どのビジネスホテルも、ね、その有料チャンネルとか基本的には設備整ってるんで、そういうの見せてるわけでしょ。そしたらそういう行為をするわけですよ、みんな当然。だってね、例えばですよ、そこで何かその病気をもらっちゃったと、でその病気を曲がり間違って恋人あるいは奥さんに移してしまったと、いやこれ離婚問題に発展しかねんことですからね、これ。まあそういう経路で移るのかどうか分かんないけど、ただ可能性ゼロじゃないでしょ。いや恐ろしいよね、そんな考えたらね。19573ゲームだから、バケだと、うん、ちょっとまあまだ可能性出てくるかなっていう。まあいいか、ちょっと逆転は逆転。まあジャグラーシリーズの中ではガッサンはむしろ一番低めな部類のジャグラーなんで、ミラクルって。でしかもレギュラーの確率がね、全設定で300分の1より悪いと、まあ、ビッグは高めなんだけど、こう基本的にね、波は荒くなりやすいん でボーナス感大きくはまっちゃうなんてこともまあまあ往々にしたんだけど、特に中間設定以下とか打ってて、で普通に化けが引けないとってなったら、もうよしよしとビッグ代理の展開になるわけでしょ。でそれこそ化けが一生引けないみたいな感じで、ビッグ感で2倍ハマりとか3倍ハマりとか食らったら、それだけでも軽く5、600ハマることになるんで、まあ、当然その波の荒い展開に陥りやすいと。3の2で123分の1、いや今の化けは嬉しい化け。私すげえな、マイジャグのいい時みたいな出方するね、左5の7 70分の1、全然落ちてこないもんね。はい、あとクレジットだけ8000円でしょ。まあはい、飲まれました。まあここまでだよね、普通はね。ちょっと周り見てこよう。はい、ちょっとねフラフラしてたら728ゲームで1の3、まあ、さっきの台が、ね、いくつだ、2560かな、で、まあ、0の1っていう状況なんですけど、まあ、2000打って、まあ、よりは、まあうん、一応ね3回負け引いてますんで、よりはいいだろうってことで、よかった移動して2000円、219ゲームそい役割か。
ラッサは154、770ゲームで馬券4回。いや、いいんじゃないかな。一応200超えたのは今のが1回目、あとはもうあと軒並み100ゲーム台の安定路線。なんかまあ感触はいいよね。クレジットでもう50ゲームあるし、で馬券跳ねてるし、うん、まあ、今まで打った3台の中では、うん、一番見当たりなんじゃないかと思う。買ったコインとレギュラー一発で、まあ、100ゲーム回ってくれたんだけど、いやー繋がんねえか。これあれかな、ビッグ引けねえやつかな。総ゲーム数でまもなく900でビッグ1でしょ。2000ゲームで2回とかのやつそういや最近ね、そういうのあんま食らってなかったんだよね。I 向け AE がね、ちょっとものすごいね相性がいいもんで、毎度毎度コンスタントにね I 向けの割にはビッグ引かせてもらえてたんだけど、 I 向けを打ってるとまあやっぱそういうことあるからね。まあまあ全部で17、288。いやーこれ2000ゲームでビッグ2回のやつじゃねえかね。えうちの石井ディレクターがこの間マイジャグ3で3800ゲームでビッグ1回っていう台を見たってたけど、いや考えるのやめよう。そんなことはない、我が身に降りかかってくることはない。ね、2連続200、まあいい台だったらね、ぼちぼち早いのの一発や2発来てくれていいんだけど、ただ2000ゲームでビッグ2回のやつだったらその常識は通用しないからね。2万、まずいって、そりゃまずいって。これが仮に、ああ当たった、よかった。3万入っちゃったら確率的にもみたいな話をと思ったら当たった。休憩後3000円。いやこれで1307ゲームで1の6。ねえこの流れ逆らえないんだよね。全部で25、1467で2回目のビッグ。いやー2000ゲームで2回ちょっとやめてほしいね。ボーナス一応8回いてんだけど100以内が0なんだよね。ではボーナス後の100ゲームだけ合計したら、まあ、こう手前も700ゲーム回してその間でボーナスつけてないっていうね、そろそろっていうか、まあ、いい加減当たんだろうっつうね状況ではあるんだけど、ほら27、分かってんな。よし、まあいい、初100以内。ただ今のがレギュラーだったりするあたりにね、やっぱ2000ゲームでビッグ2回な台のね匂いがまたしてくるよね。いや普通流れ的に今ビッグじゃない、どうやっても。
62。頼む。うわねえ、これ2発ともビッグだったらもう何がいい線まで行けたんだけどね。まあいい方に考えればね、例えばまあもうやることが決まって1台にまあ腰据えられてるんで、まあねこれを続けてればね、最終的にはいいとこ落ち着くんですよ、長い目で見りゃね。仮にまあ今日ダメでもどっかで来ますんで、だからまあそういった意味じゃ、まああっちへフラフラこっちへフラフラね、それこそ5、6000入れちゃ次、5、6000入れちゃ次みたいな感じで負けてるわけじゃないんで、まあまあ負け方としては負け方というかへこみ方としてはまあだいぶねいい部類なんじゃないかと思うんだけど、ね、まあ2台打って負けました、これはしょうがないからね、しょうがないとしか言いようがないからね。まあもちろんその実際の設定は分かんないわけなんですけど、ただまあアイムなんでレギュラーが跳ねてる分には5、6ライン超えてる分にはまあ推定いい台だと予想しますんで、予想しますんでとか予想になりますんで、うん、まあ今のところまだからしょうがないって感じだよね、こればっかりは。ここで止まるかね、72。おい、お、2000ゲームで2回の線から外れた。ねえ、ずっと連チャンがなかったんだけどここ来て、ねえ、2回目のビッグから一応4連してますんで、いや、この流れを大事にしたいよ。はい、これでちょうど3万円この台に移ってきてちょうど2万、つれよ。でも600だもんね、これあったくもう。これもしかして3000ゲームで3回の超プレミア台なのかな、俺が今までやったことないやつ、こんだけ長いこと打ってきて。もうゲボ吐きそう。ゲボっていうかもう紙幣の吐きそう。700ゲームちょいで1の3から打ってんだよね。ただ今1600ぐらい回して2の6、個人的にはね、この台いやー釣れて、74、持ち玉鬼や、あんたは鬼や。いやー、このランプが光ってね、このボーナス狙うのがもう嫌になっちゃうみたいな。いやちょっと久々こういうの。何なんだろうね、だからまあ当然ね、確率は常に一定なわけなんで、レバーを叩くタイミングが悪いということなんだけど、本当にそれだけなんだろうか、ね、なんかこういろんなこう疑問が出てくるんだよな、こういう台打ってると。割とほら設定があってもね、なんかこう誰が打ってもダメな台とかあるじゃないですか、まあ、その逆もしかりなんだけど、
まあ、場合によってはね、人が変わった瞬間急にね出始めるとかさあるけどさ、ただこのクラスになってくるとね、これなんかもう誰が打っても同じなんじゃないかなと思うんだよね。やっぱり3000ゲームでビッグ3回はなかったねいや内心ちょっとどうせならそういう初体験してみるのもまあいい記念かなと思ったけど、いや前向きに打ってますんでね一応。まあ確認はできたんで、まあ仮にこれまあもう飲まれたらもう終わりでいいや。いやー今日はつらかった。結局まあこの台で2万5000負けね。はい、気が済みました。最終2785ゲームで4-11終了。はい、いやー辛かったね。まあね、2つ分かりましたよ。まあ1個は、まあ、分かったっていうかこれは確認できたって言った方がいいかな。やっぱり3000ゲームでビッグ3回はない。4回当たりましたんで3000ゲームで3回はやっぱり案の定ないと。でもう1個がノーパンで来ても特にいいことはないと、いう結論です。いやーでね、まあ今ちょっと見てきたんですけど、多分ね今日ミラクル半分は少なくとも入ってますね。半分5、6、もしくは半分6まであるんじゃないかっていう感じだったんだからね。朝だから行ったとこ多分良かったんですよね。アイム系はねまだ稼働上がりきてないんでちょっとよく分かんないんですけど、でまあ俺が打ってたのもまあ結局まあレギュラー良かったんでね、高設定の不発説は十二分に考えられるんですけど、まあ、結果まあまあ負けましたんで3万5000か。いやあの朝の2択しくってなかった。でもこうはなんなかったんじゃないかと思うと悔しいけどね。大体あのそう実践中も見ましたけど、朝のねその2択みたいな状況になって、二択じゃないけど あっちにしようかなとか、あれなんでうまくいかないんだろうね。絶対そうなんだよね。であれ行ったら行ったで元あった台、元取ってた台が当たりとかね。ほんと朝のなんかそういう迷いがある日ってもう決まってダメなんですよね。だからまあ決め打ちするに越したことはないというのも、じゃあ最後に一個だけ付け出しておきます。やっぱ決め打ちするに限るっていうことだと思います、ね、いい流れできてたんでちょっとねあの流れを崩したくなかったし、実はね昨日の段階で4月昨日だから7日現在でちょうどチャラだったんですよ。プラスマイナスゼロ収支が。で今日の負け分が今だから4月の収支まんま3万5000円負けみたいな形になっちゃったんで、ちょっとまあ今月、ね、なんとか年度初めですんでここからちょっと気合入れてやっぱやねダメですね。まあ今日も気合入れたんですけど、まあこういう日はでも必ずあるんで、でまあ割とアイム系最近 AE とか打ってた割にあんまそのビッグえげつなく引けなくてダメみたいなことがなかったっていうか、まあもっと言うと結構な勝率で来てたんで、まあまあそれはいつか食らうよなと。続けてれば絶対こういうことあるんで、まあ打ってる方は分かると思いますけど、まあ、それが来ちゃったと思って、もう避けられないんでこればっかりは、アイム系打ってると。まあこれを続けるしかないんでね、はい、まあ、間違ったことはしなかったと思って、
で実際設定がなかったらもう話にならないですけど、ただまあ表面上ね一応レギュラーは56ラインで最後まで行きましたんで、うん、一応間違ったことはしてないと自分を正当化してですねお開きにしたいと思います。また次頑張ります。さよなら。